雑談ランキングを発表します。個人ランキング第3位野崎若。ありがとうございます。第2位月野もあ。第1位百瀬ひとみ。3位ありがとうございます。先週はももみんちゃんが卒業してしまってやっぱり悲しい気持ちがまだ残ってるんですけれども、また新鮮になって月曜日から頑張りたいと思っています。今週の、日曜日生誕祭ありますので、ぜひそちらもお越しください。3位ありがとうございます。はい、皆さん今回同率3位本当にありがとうございます。久しぶりに3位の場に立つことができて本当に嬉しいです。今週も頑張っていきますので皆さん応援よろしくお願いします。いつも会いに来てくれてありがとう。はい、2位ありがとうございます。バカちゃんが言ってくれた通りもみんな卒業もあって新鮮になったりだとか、いろんなねこう寂しい気持ちもあるんですけれども、今週はね私バカちゃんと生誕祭があってイベントごと盛りだくさんなので盛り上げていきたいと思います。会いに来てくれた皆さんありがとうございました。そして先週で月間ランキングが最終決定となりまして、2位の立川のビジョンに移るのが月野もあ。ビジョンが百瀬ひとみとなります。先週は何がありましたか？はい、9月3日は1部と2部公演で小島誕生日ラップを行いました。本当は3月28日に開催予定だった私の生誕祭で披露する予定だったんですけれども、ももみんが卒業するにあたって YouTube でアップされたメンバーでできるのが最初で最後の披露ということでやらせていただきました。そして2部公演にはなんとももみんにサプライズで若ちゃんとモアちゃんも入ってももみん卒業ラップも披露しました。めちゃくちゃ楽しかったです。ももみんも驚いてくれてよかったです。の土曜日3部4部公演で百瀬ひとみちゃんが卒業してしまいました。もうやっぱり悲しいですが、ももみんちゃん元気でいてくださいね。ももみんの卒業式の次の日に私の卒業の発表をさせていただきました。12月の5日に卒業するんですけれども、それまでの時間よろしくお願いします。うん寂しいです。嫌です。もうすいませんストップです。すいません本当に寂しいです。本当にもう本当にでも昨日はガチで泣きました。寂しいですよやっぱり。ありがとう。はい、ということで9月に入ってね天気とかも荒れておりますが、みんな元気に過ごしていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今週のベストオタク満足度を発表します。第3位青井のうわ、ありがとうございます。第2位望月優乃、ありがとうございます。そして第1位瀬口心、はい、ありがとうございます。3位ありがとうございました。8月度は3位以内にたくさん入ることができて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。9月度もですね順位呼んでもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。3位ありがとうございました。2位ありがとうございます。8月もたくさんたくさん応援ありがとうございました。来週から9月度もよろしくお願いします。2位でニコニコ。今週も1位ありがとうございます。5週連続での1位ということで、もう本当にアリスに入ってから初めてのことでとってもとっても嬉しいです。たくさんの応援本当にありがとうございました。
月度もたくさん頑張っていこうと思います。8月度たくさんの応援ありがとうございました。ありがとうグリーン。それでは次週も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今撮っちゃう？お母さん見てる？これダメです、ダメです、これ。松木です。ダメだそうです。いや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 、皆さんお久しぶりですね。元気してました？はい、僕は全然元気元気ということでですね、うまいこといろんなことをやり過ごしてここまで無事に来てるよ。さあ。どうですか最近は。皆さん大変ですか？忙しいですよね。でもこっちも最近やっと忙しくなってきましたよ。そうなんです、今週の仮面女子カフェこんなになってますよ。ドン、ほら目白押し、ほら目白押しですよね。はい、帰ってきましたね。いや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 、本当にね大変なことになっておりますが、世界は。皆さん楽しくやっていきましょうね。ということで待ってますよ。バイバイ。さあ皆さんも一緒に元気元気、本当に元気、本当に、いや元気です。バイバイ。